お母さんからまたチョベリグな店を見つけたって連絡が来たの。私もチェックしておかなきゃ。どうもノッチン TV です。本日はですね、ウマ娘プリティダビー、こちらのゲーム実況動画やっていきたいと思います。で、今回はですね、新しく新キャラクターとして登場している水着のスペシャルウィッグ、そしてマルゼンスキーについて解説、そしてあとは SSR スイープ当初 SSR ウィニングチケットについては暫定評価、こちらのガチャの評価をまず最速でしていきたいと思います。で、今回ね、このね、マルゼンスキーが言ってた通りチョベリグな性能になっているなと思っているので、早速見ていきましょう。はい、ということでガチャ来ております。水着がね、こんな風になってます。スペちゃんね、この表情何かなと思ったらこんな風になってます。で、マルゼンスキーの方はね、マジでセクシーな大人の衣装という風になっていて、まあ普通にね、見た目としてもいいと思います。なんでまず引くべきかは、その推しキャラだったらね、引いていくっていうのはかなりありなんじゃないでしょうか。水着ガチャですからね。はい、そんな風になっております。で、今回まずチョベリグな性能って言ってるので、マルゼンスキーの方から見ていっていいでしょうか。ぶっ飛びサマーナイト、マルゼンスキー、こちらですね。で、このウマ娘なんですけども、ちょっと病み上がりなんでちょっと喋りが変だったらすいませんが、これね、キャンサー杯に行ったらマジでかなりぶっ壊れっつうか、マジチョベリグな性能をしているなというふうに思いました。ちょっとキャンサー杯用じゃんみたいな感じにも思った、やっぱり。うん。で、今回マルゼンスキーなんですけども、まず見ていくと適正の方は、勝負服マルゼンスキーとか、もともといるマルゼンスキーと変わりはないです。芝適正が A、 マイル適正が A で、逃げが A となっております。で、この特徴としては、まずはまあ短距離もいけたりしてね、まあ、マルゼンスキーはもともとの勝負服の衣装でも普通に強いですし、今回の衣装、水着でもね、適正同じなので短距離もいけるってとこも強かったりします。で、今回ね、見ていくと、成長率がスピード 15%、賢さ 15% となっております。で、この成長率も普通にめちゃくちゃ強いです。今回、まあ、逃げ馬娘や、先行の馬娘を育成した人の中では、この賢さの重要性っていうのもね、また分かってきてるんじゃないかなと思います。なんでこのね、賢さに 15% あるということも素晴らしいですし、まあ、スピード成長率があるっていうのも、これも素晴らしいところとなっております。なんでまず成長率からしてもかなりいいところになっております。で、さらに今回ね、キャンサー杯だったらって言ってるところなんですけども、まず、マイルの支配者、金スキルにマイルの支配者があります。で、これは、一応積極策という回スキルの、金の上位版となっております。積極策に関しては、一応尾行ペガサスとかからね、覚えさせてもらうこともできたりするスキルとなっております。で、このマイルの支配者なんですけども、序盤に戦闘だと差を広げやすくなるという速度のスキルとなっていて、まあ、序盤のね、スキルっていうのが逃げ馬娘の場合はかなり大事っていうところで、まあ、注目しているスキルではありました。で、一応これ持っているのが待機シャトルが持っているんですけども、まあ、待機シャトル自体は一応固有のね、条件が、まあ、3番手以下っていうところがあったりして、まあ、その強さとしてめちゃくちゃ出番があったわけではないんですけども、マイルの支配者自体は非常に強いスキルです。特にね、逃げの、今回のキャンサー杯見てもらえば分かると思うんですけども、まあ、最初にね、まあ、姉御肌だったりこのマイルの支配者とかで、差をつけていってね、戦闘を譲らないっていう風に使っていくと非常に強いです。なんでこのね、マルゼンスキーに関してはこのマイルの支配者あるっていうところでも、キャンサー杯にいたらめちゃくちゃ強いって言ってました。で、もう一つ金スキルなんですけども、ジャジャマ娘、金の回復スキル持っております。これは一応アイネスージェンのサポートカードからとかも取ることができます。で、これに関しても、まあ、マルゼンスキーね、まあ、中距離とかも出てたりするので、まあ、腐ってないスキルではあるかなと思います。で、さらになんですけども、まずね、この固有ですね、まあ、特に、馬娘で大事になってくるのは、補正成長率とか、あと適正と、固有スキルが大事です。で、この固有スキルなんですけども、もしこれがキャンサー杯の前に来ていたらね、まあかなり強いって言われてるんじゃないかなと思います。で、固有スキルがグッときて中となっております。で、効果がスキルで持久力を回復すると、レース後半で前の方にいるときにレッツラゴーと速度を上げるというものになっております。で、これなんですけど、もはやね、まずね、
で、この表記が再現テキストがなんかもうなんだろう、統治法的になってきたこれ、分かりづらいんですけど、まずスキルで持久力を回復するとという条件で、レース後半という条件で、あと前の方という条件で、あとレッツラゴーと速度を上げるということとなっております。で、これなんですけど、まず思ったのが、まずこれレース後半でスキルをで持久力を回復するとっていう風に書けばよかったと思う。スキルで持久力を回復するとレース後半で、前の方にいるときにレッツラゴーと速度を上げる、なんかちょっと書き方がちょっと俺的には違和感があった。みんなはないかもしれないけど、レース後半でスキルで持久力を回復すると、あー違うか、前の方にいるときにか、まあいいや、その書く順番はいいんですけど、ちょっと違和感があったっていうだけです。で、このスキルなんですけども、これがなぜキャンサー杯にあったら強かったかっていうと、まずこれレース後半でという条件、ここが分かりやすくまず言うと、レースの 50% 以降の地点からまず発動する条件満たしますよということです。なんでこのレース後半でという部分の意味は、まあ一応不沈感とかそういうような、ブリリアントレッドSとか爆心王の固有とかみたいな感じで、レースの 50% 以降で発動するという意味です。 50% 半分以降ね。で、そんで、これは後半なんで、だから、終盤とか最終コーナーとかではなくて、レースの 50% 以降、不沈感みたいな感じです。でもう一個が持久力を回復するというトリガーがあります。なんでこれは回復スキルを発動させると、まあもちろん多分なんですけども、一応ね、多分デバフでもいけます。デバフも回復するものがあるので、デバフの中でその回復するのもし発動できればね、それでも出ると思います。まあそこは置いといたとして、まあ普通に考えて、まず青スキルが1個出たら発動するということです。なんでね、これね、条件が、まあそのスキル出なかったときはね、出せないっていうことあるんですけども、まあその回復スキルをね、まあ2個とか積んでいって、1個でも 50% 以降のところで出たら、速度がピュッと上がるみたいな感じで、まあ普通に強いスキルだと思います。で、あとはこの 50% 以降で発動するので、ちょっとね、コースとかを出して説明したいんですけども、まあ爆心王の固有とかって、が今回蓋とかね、まあ、逃げ馬娘とかで使っていくように強いって言われたと思います。なんで、まあ、これに関しては、例えば逃げで運用していくときに、そのレース、まあ、中盤以降のスキルを重視するっていうのがあって、それでね、まあ、追い抜きとかをしていくとかいうときにも使えるスキルとなります。で、一応これね、ほぼほぼというか、まあ似てるスキルを言うと不沈感です。発動条件とかは置いといてね、効果の面ですね、 50% より向こうで、速度が上がるというものです。で、不沈感との違いに関しては、不沈感は、まあ、持続時間が長いです。不沈感の場合は時間が長く持つので、そこが違いとなります。ただこのグッドキテ中も、このね、まあ前の方でっていう条件は普通に満たせて、まあ逃げだったらね、満たせて、で回復スキル1個で発動する速度なんで、まあ後ろのね、追い抜かれない、例えばエルコンドルパサに追いつかれないとか、そういうとこでも使えたりします。なんでこのね、グッときて中が持っているマルセンスキーがキャンサハイにいたら、普通にその、まあ、アングリングスキーミング受け継いでみたいな感じでやっていくと、その、まあ、スマートファルコンの時点ぐらいになるかなっていうぐらいの、その逃げのね、まあ一応、セイウンスカイ以外のエースとして使うことができたということです。で、成長率もスピード賢さだったから、キャンサー杯で強いということです。いや、普通に強いです。これはマジチョベリングな性能を持っています。で、あとはそのレースで回復するためのものが、このコーナー回復を自前で持っております。だから別になんか他のサポカ入れる必要がない。で、ジャジャイマ娘まで取らないとしても、まあ勢い任せを取ることもできる。で、これに関しては、まあ、中盤、まあ、早い位置になってしまうんですけども、あ、でもこれ、あ、でもそこ 50% には多分坂道はないんで、勢い任せではトリガーできないと思います。今回のね、安田記念だった場合はね。なんで、まあコーナー回復とかね、あとはまあ普通に中盤で回復するやつを入れていったら、このグッときて中で差を開いて先頭を取っていって、アングリングスキーミングで勝っていく、そして周りの支配者もあるみたいな感じの運用ができたと思います。まあ、次のチャンミの条件が一応まあ宝塚かもしれないし、ちょっと何かまだ分かんないんですけども、
まあもしねキャンサーハイにいたら普通にめちゃくちゃアルゼンスキーは使えたんじゃないかなということです。あと一応見ていくと急ぎ足もここでね取ることができます。なんでね、まあ、逃げでね、まあ、そのスマートファルコン、セブンスカイの一角に入ってくるような馬娘だったかなとは思います。まあ、今後もねマイルのチャンピオンズミーティングとかがないとは限らないのでそこでも使っていけるし、あとはねジャジャマ娘とかもあるんで中距離運用とかも、まあ、全然できるんじゃないかなとは思います。まあ、そんな感じでまずマルゼンスキー強いです。これ長くなるな解説ちょっとじゃあキャラだけにしようか今回の動画。はい、そして次スペシャルウィーク見ていきましょう。スペシャルウィークはですね、固有が回復でした。はい、ここがまず特徴です。まあ順番に見ていきましょう。適正は、通常衣装とも変わりなしです。芝が、距離中距離長距離いけて先行差しというスペチャンですね。で、成長率なんですけどもスタミナ10パワー10根性10となっております。でこれはですね、まあ、一応パワーの、補正があるんで補正かなりいいと思います。で特にまあ今回固有が回復なので、まあ、中距離以降で使っていくということになっていくので、まあ、マイルではねめちゃくちゃ強いかっていうとまあでもまあまあ強いかなっていうところです。ただ固有をめちゃくちゃ活かしたいんだったらやっぱり、長距離とか、まあ、中距離、まあ、特に長距離かな。これはですね一応まあアグネスタキオンとかみたいにね使えるからスーパークリークアグネスタキオンみたいにまあ長距離でね普通に、アグネスタキオン強いみたいになった時もあると思うんですけどもそういうところで普通に強いのがスペシャルウィークだと思います。でまず固有見ていきましょう。固有が中盤で2回スキル使うとよりリラックスして持久力回復するというものですちょっと失礼、ああちょっと病み上がりなんで喋りがもうぐだっているかもしれないが、いきます。はい、こんな感じで、まあ、回復なんでまあ長距離中距離で普通に活躍する馬娘になると思います。でしかもこの中盤で2回スキルを使うっていうのはまあ一応ね尻尾上がりみたいな感じです。尻尾上がりはスキル3つで発動条件のトリガーを満たします。でこちらは、2回スキルを使うと、発動条件を満たすので、まあ、これはもう簡単に発動するというか絶対発動するみたいな感じです。まあ、発動させれないんだったら尻尾上がりも出ないっていうレベルなんで、まあ、2回っていうのは完全に満たしやすい。でなんでほぼ固有が出るというふうに考えることができます。なんでこの有効回復の、絶対発動順位の条件もないっていうことなのでまあめちゃくちゃ強い固有なのかなと思いましたあで一応すいません順位の条件はあります。順位の条件はこれあって一応2番手以下でまあ12頭だったりだと8番手以上かな、まあ一応ね2番手以下かつ、順位が 70% 以内っていうまあ一番前にいたら発動しないっていうのと、まあ、後ろすぎてもダメなんですけども、まあ、中盤でねその順位条件は一応これ隠れてあるんですけども中盤2回で発動します。なんでまあ普通に中長距離でめっちゃ強い馬娘になるとは思います。で補正がパワーいいよっていう感じね。であとはね金スキル上がってきたあります。これはまあ今回ね LL とか育成してた人はもうまあつけていた人も多いスキルになっていてなんかね金がめっちゃいいねこれね上がってきたと迅速から持っております。で両方が中盤の、速度スキルです。なんでなんかその先行とかで使いたいよみたいなとこもあったりするかもしれない今回の場合ね L とかで考えたらね。なんでまあマイルで使う場合はまあ、合脚つけるために差しとかにしていく方がいいと思うんですけども、一応このね注目されていた上がってきたがあるっていうところも強いと思います。であと普通に尻尾上がり自前で持ってるところもまあサポートカードのね編成の幅が広がります。尻尾上がりは一応まあまた上がってきたを持っている八重信敵からもらうか、まあ、手綱さんからもらうかっていうところだったんですけどもそこも自前で取れるんでそのサポートカードを編成しなくてもこれ尻尾上がり上がってきた取れるっていうのは強いところだと思います。なんで一応まあ今回のチャンミで出ていた場合でもまあ合脚スペチャンとかにした場合は普通に上がってきた迅速化弾を兼ね備えているので、まあ、中盤一度り押し上げることができる差し馬娘として出すことはできたと思います。一応固有がねあんまねマイルだと意味なくなっちゃうかもしれないんだけども、まあ、金が優秀っていうところもあります。であとはね育成イベントはガンバリアです。ガンバリアはまああんまいらないかもしれない
という感じです。一応スペちゃんもね強いと思うよ、強いと思う。ちょっとこのね順位条件があるっていうところだけ注意して運用していくといいんじゃないかなと思います。はい、そんな感じで今回ね、特に俺の場合はマルゼンスキーが強いかなと思うかな。スペちゃんもまあでも強い、強いっす。回復なんでまあ中長距離で使えると思う。まあそうだね、次のチャンメがどうなるかによるんだけど、宝塚記念と言われてたりもするし、まあ宝塚しかあんま候補ないかなとも思いますけども、そしたらどっちが活躍するかっつうと、まあそうだな、まあ一応マイルのシャイシャは使えなくなるんで、まあスペちゃんの方が宝塚を見たら使える可能性はあるのかな。なんですけどマルゼンスキーもね、これね、まあスピードイーターまであるからね、スピードイーター取ろうとしたらまあサポートカードの編成が固められるっていうとこ考えると、まあまたマイル来てねマルゼンスキーっていうのもあるし、いや結構ねまあまあ強いかなと思います。ということでノッチン TV でした。今回のね、まあこの育成馬娘は結構強いかどうかというか、以前に水着だから引くっていう人も多いかなと思います。なんでまあ性能まあ置いといて引いても全然いいと思いますし、まあ普通に両方ともなんか死んでるものがない気がします。あの前のねヒーラーグラスちゃんだったらどこで使うの見たくなった時もあるんだけど、スペちゃんもねこれね普通に強いです。なんで皆さん、ここはねもうジュエルとの相談をして水着ガチャは、引いてみてください。ということでノッチン TV でした。ちょっと今回病み上がりでちょっと喋りにキレがなかったかもしれませんが、また、育成イベントとかもね、ガチャも引いてから再評価もすると思うんで、よかったらまた見てください。それではノッチン TV でした。ご視聴ありがとうございました。またな、バイバイ。